私のお友達を紹介します。って言っても大したもんじゃありません。9年前に伯爵様がこれなんか使えないってくれたやつです。どうしろってんだ。でも9年使ってると愛着が湧いて仲良くなったんだよな。なんか言いたいことあるか、皆さんに。なんか言いなさい。これしか言えません。そろそろお前も旅立つ日が来たな。お別れの日だ。多分これを大事にしてくれる人がいっぱいいる。元気でな。激しく泣いたな。じゃあ行け。やっぱ俺のとこ、やっぱ俺のとこがいいって。食品会社がこの日に請求したんだ。いや、そんなことじゃない。もつ鍋の日、間違いない。そうだ、やはり立冬になるっていう日が多いから11月7日は社団法人日本畜産副産物協会が2011年に制定したんだ。いや、そんなことじゃない。あ、思い出した。1929年ニューヨーク近代美術館が開館。いや、そういうことだ。あ、1954年日本シリーズで中日ドラゴンズと西鉄ライオンズが試合をして中日が優勝して日本一になったんだ。あ、ありがとう。そんなのは当然ない。誰かの誕生日か。あ、間違いない、誕生日だ。キュリー夫人だ。あ、そんなことではない。ということは誰かの命日か。お、そうだ、命日だ。1980年あの名映画スタースティーブ・マックイーンの命日、11月7日。そういえば11月7日といえば同じ1980年、小杉吹雪さんもそうだ。惜しい人を亡くした。やはり誕生日か。間違いない。1968年、元中日ドラゴンズ山崎武の誕生日だ。それを言って喜んでるのは指揮者だけだ。そんな話はどうでもいい。
思い出した。今日お城でパーティーやるんだったよ。しかも貸し切りで E プラス様の。